どうも、ジログです。この度もご視聴ありがとうございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今回の動画は、ラーテルワークスから出ているウッドパネルテーブルに天板をつける DIY をしていきます。なぜ天板をつけようと思ったかというと、ウッドパネルテーブルは拡張性に優れており、より使いやすくオリジナリティのあるテーブルにできると思ったからです。ラーテルワークスから純正のストレージボックスやエクステンションユニットが発売されており、そちらも非常に使いやすく拡張することができますが、テーブルの上に物を置きたくない、蓋付きだと開けるのが面倒くさいと思い、食器類やランタンなど必要な時にさっと取り出せてパッと使えるようにしたいと思い、ウッドパネルテーブルの足の柱の部分に天板をかけてみようと思います。今回使う材料はこんな感じです。まず天板となる木材は、横 91cm、 縦 30cm、 高さ 1.8cm の木材を用意しました。今回は事前に僕の実家の方で父親にカットしてもらったんですが、このように木材をカットする工具がない方はホームセンターにお願いをすればカットしてもらえると思いますので、ぜひ利用してみてください。次にサンドペーパーです。今回使用するサンドペーパーの目の粗さ、番手は100と120、240を使いました。後から知ったんですが、ラーテルワークス公式のホームページで、ウッドパネルテーブルの天板はサンドペーパーの400番で磨いているそうです。ただ、僕は今回240のまま使用しました。実際に完成した時の質感は多少変わりますが、テーブルの下に置く天板なので、そこまで気にしていませんでした。気にされる方は400番を試してみてください。次に塗料ですが、今回はオイルステインを選びました。オイルステインのカラーはウッドパネルテーブルの天板と同じウォールナットです。なぜオイルステインを選んだかというと、木目を生かした仕上がりにしたかったからです。次にハケです。ハケにもいろいろと種類がありますが、今回はダイソーのハケを使いました。初心者の DIY なので、使い捨てができる100均のものでもいいのかなと思いました。あとは塗料を入れるための紙コップも用意してください。次にウエスです。今回はタオルを使用しましたが、使う目的としては塗料の拭き取りや擦り込む時に使用します。最後に塗料を塗る際、地面や壁などに塗料がつかないように段ボールや新聞紙を用意してください。では実際に作っていきましょう。作業工程としてはこんな感じです。まずは天板を磨きます。その後塗料を塗っていきます。そして天板を乾かして、天板の表面を軽く磨いて完成となります。それでは作っていきましょう。天板を磨く前に、ウッドパネルテーブルの大きさに天板が合っているのか、はじめに確認しておきましょう。塗料を塗った後にカットしたりすると、塗料を塗った箇所とそうでない箇所で色合いが変わる恐れがありますので、必ずはじめに確認しておきましょう。天板の大きさが問題なければ、サンドペーパーで磨いていきます。サンドペーパーの番号は100から始めていきます。数字が低いにつれて目の粗さが粗くなりますので、徐々に数字を上げていくという形になります。サンドペーパーの100で全体を磨いた後、240でも磨いていきます。天板を磨くと木くずが必ず出ますので、ちりとりなのでしっかりと取っておきましょう。次に塗料を塗っていきます。コップに入れてハケで塗っていきますが、天板自体が大きいので全体を塗ってからウエスで擦り込み拭き取りしようとしても乾いている可能性があるため、半分に分けて行うといいのかなと思います。
塗料を塗る際は四隅までしっかりと塗ってください。その後天板を乾かしていきます。乾かす時間に関しては塗料のボトルに記載されているものを参照してください。乾かし終わったらサンドペーパーの240番で軽く磨いていきます。これで完成です。実際にウッドパネルテーブルに置くと収納スペースが広がり、食器類などの取り出しもしやすくなります。便利で使える一方、単純に天板自体が大きいため持ち運びは大変だと思います。なので積載量に余裕があるキャンパーさんにおすすめします。今回の動画はここまで。この動画がいいなと思った方は高評価お願いします。またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。